はい、ここでは逃避中高について勉強していきます。何や逃避中高っていうと、実は前逃避数列のところでやりましたよね。逃避中高、逃避中高って何やっていうと、 A、B、C っていうこの3つの数列が逃避数列の時、こういう逃避数列がある時に 2B は A たす C ですよ、これが成り立ちますよっていうのをやりました。これが逃避中高でしたね。で、ここであるのはそれの逃避数列版です。逃避中高について詳しく知りたい人はね、その逃避中高のところの動画を見てください。ここでは逃避中高について勉強します。で、逃避中高も似たような感じです。算数 ABC、これが逃避数列の時は、この式が成り立つぜ。っていうのが逃避中高なんですね。B の2乗が AC だと。A×C。これの2乗がこれかけこれと同じになるよと。っていうことですね。で、これも逃避中高の時と一緒で、これを覚えとかなあかんっていうことは全くないんです。むしろ大事なのは、これが成り立つこの考え方なんですね。なんでこれが成り立つかっていうと、それは、当たり前やけど、逃避数列って、公比が同じやからなんですね。この算数 ABC っていうのを注目した時に、A と B を見て、公比なんぼですかって言ったら、これどう計算しますか ?B 割る A しますよね。A 分の B やと、つまり。同じく B と C に注目したら公比は C 分の B って言えるんやけれども、あ、ごめん、間違えましたね。B 分の C ですね。B 分の C って言えるんやけれども、この公比が同じだよと。この公比が同じだよと。っていう式が成り立つんですね。で、これを、この分数が嫌やなっていうことで、両辺を AB 倍すると、分母消すためにね、両辺を AB 倍したら、自然とこの式が出てくるんですね。大事なのは、こっちよりもこの公比が同じだぜっていうところです。これ、逃避数列の時も一緒でしたね。逃避数列の時は、交差が同じやから、さっきの 2B イコール A 足して成り立った。今回では、公比が同じやから、B2 乗イコール AC が成り立つよっていうのを確認しておいてください。で、こんな文字ばっかりであまりにも抽象的で分かりにくい人にはね、こういう具体例も用意してます。これ具体例で言うと、これ何してるかっていうと、50、20が逃避数列の時は、公比が一緒でしょ。つまり、こことこう注目した時の公比ってどうなりますか ?10÷5 ですよね。つまり、5分の10やと。次、こっちとこっち、注目した時どうなりますか公比は。10分の20ですね。この2つがイコールだよと。って言ってるんです。で、ちゃんと、これ計算したら、この式が成り立ちますね。この10の2乗は、これかけるこれ、5かける20。しっかり成り立ってますよね。だから、この逃避中高のこの B2 乗イコール AC っていうのは成り立つんですね。そして、それは、何もこの式を覚えろということじゃなくて、むしろ根っこにあるこの公比が同じだよの考え方の方がはるかに大事っていうのも一緒に分かっておいてください。この式は、問題を早く解けるようにするために知ってたら便利っていうぐらいのもんです。ね。なんで具体的に練習問題見て実際に確認していきましょう。例えばこの 3x48 っていうこの数列が逃避数列の時にこの x を求めろ。どうやるか。慣れてる人は、あ、これも逃避数列だから逃避中高の考え方で真ん中の2乗はこれかけこれ。つまり x の2乗は 3×48。で、もういきなりいけるんですね。別にいやいやそんないちいち覚えてないっすわっていう人は、こことここに注目して公比が3分の X、こことここに注目して公比が X 分の48。この2つの公比が等しいよっていう式を出せば、何のことはない自然とこの式は導かれますよね。両辺 3X する。分母を消すために 3X すればこの式は勝手に出てくると。で、計算進めると X2 乗は144。なんで X はプラマイの12ですね。で、ここでなんとなく X 勝手にね、正の方の12。マイナス12は無視してプラスの12だけにしちゃう人も中にはいるんですけれども、それはダアウトですよね。というのも、2乗して144になる数はやっぱり X はプラマイ12やし、じゃプラス12の時、この数列はどうなるかっていうと、3、12、48ってなるんですね。つまり公比が4だよと。でわかる。じゃマイナスの時はどうなるかっていうと、やっぱり3マイナス12、48ってなって、これ公比なんぼですかっていうと、公比がマイナス4でしっかり成り立っているんですね。マイナスになっても何らおかしくない。マイナスを省く要素は全くないんです。ね、両方答えになり得る。だから、しっかり両方答えにしようねと。そこが注意点ですね。次、ちょっと応用して2番みたいな4つあるときどうすんねんと。
x-5xy みたいな4つある時どうすんねん。これも別段難しく考える必要なくて、前3つに注目すればさっきと同じ問題ですよね。前3つ、これも等比数列やねんから、これの2乗がこれかけこれが成り立つよっていう式にいきなり言っても OK やし、同じように公比が一緒だよって考えてこの式から出発しても OK です。ね、ほな x2 乗が25ってなるから x はプラマイの5ですね。これもさっきと一緒です。x プラマイ5両方成り立つんですね。もし x が5の時これどうなるかっていうと、5-5、5っていうふうに公比が -1 ってわかるんですね。だからその次に来る y っていうのはこれに -1 かけた -5 になるよと。ですよね。で次、x が -5 の時どうなるのと。この数列は、-5、-5、-5y ですね。公比なんぼですかっていうと、1ですよね。だからこの y は -5 やと分かると。っていうふうに解けるんですね。はい、ということで、ここでは等比中項について学びました。学んだって言っても、ここで大事なことは、この公式を丸暗記するんじゃ全然ないんですね。むしろ根っこにあるこの公比が同じっていうところは求めるんだよっていうのが大事です。ね、この式を覚えてなくても、この式が出せれば勝手に答えは出るんですね。だから、ここの等比中項っていうのはね、むしろこっちを意識して練習してください。なのでね、あとは自分でも脳頻度でできるように指つけて、しっかりトレーニングしておきましょう。